今日は狙いば狙いば。だからもう40手出て、ピララーラが3本しか出てない。ピライバ釣れてないらしいです。なんか最近の大会だと。それぐらい厳しい。はい。なんとか船長さんに意向は伝わりました。ドラーダ釣って小さいのが釣れたらそれは取っといて、とにかく最初は同じ作戦で、なんかピラニアが好きらしいんで、まあドラーダが釣れる場所でピラニア釣ってそれを取っといてっていう感じで、朝は点数稼げつつ、なんかピラニアは何時でも釣れるらしいから、そこはもう餌がたまったらすぐ移動しようかなっていう感じです。では、おはようございます。おはようございます。質問させていただきます。はい、まあ、今トータルのランキングで、まあ、一木さんあの入賞圏内だったんですけど、今8位まで下がっちゃいましたが、はい、SS で、まあ、スペシャルステージで順位を上げるつもりですか？はい、もちろんあの順位下がったと思ってないんで、そもそも、はい、なんで下がったと思ってない？あ、まあ、数字っていうよりかはみんなのその平均の点数、取ってる点数とかを見て、まだまだ全然あの追い上げる位置にいますし、ちゃんと4日3日目で、釣れれば全然上へ行けると思ってるんです。絶対に仕留める。こんな音がするな。言うたらね、終わった。OK。おいおい。不安しかない。不安しかないぞ。あんま遠くに行けない。うわ、イルカいる。イルカが嫌いになってきたやつ。え？イルカが嫌いになってきた。イルカが嫌いになってきました。ピラニアであれ。こんだけピラニアポスることない。オッケー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 。ピララーラー。ピララーラー餌です。よし、ガオー。餌はどんだけあってもいいですからね。いや違うよ、やめて。違うよ。こんにちは。完全にはピラニア狙いになってます。まあ、ポイント的には反転量からんどうか出る。でも全然出てもおかしいなよ。うん。朝一こんなとこ連れてるもん。違うって。あいつずっと騙されてる。
い、餌ゲット。トゥースボキボキ。トゥースボキボキの毛。あ、痛い痛い。痛い痛い。痛い痛い。あ、宇宙。そう。ちょっと歯茎から抜かれてる。歯茎だ。歯茎から取られて取られた。すごいな。ピラニア名人。はい。Yes。OK。これもまたキャスト精度がある程度いるやつ。意外とね、難易度意外と高め。意外と高いですよね。そして意外と鉄の心臓が必要です。そう。ちょっと聞いてみるか。ピラニアどれぐらい必要か。もういい？オッケー。ピララーラ。よし。もう切り替えてピララーラ行きます。ん？うん。うん。これでいいって。雑炊仕掛けです。OK です。投入準備入れろ。はい。もうなりふり構わないです。いやいや、かっこいいで。ハサミとかちょっと邪魔だ。下に真下にとか。あ、これですね。明日は、今日多分ほとんどの人がこれやってるじゃないですか。ほとんどやってるかな。多分やってると思うんですよね。まあ確実に1日目2日目よりラーゴの人間は少ないですよね。だからもしかしたらプレッシャーはちょっと休憩されてるかもしれないですね。明日朝一またでも、風が明日朝で強いね、多分。朝が強いんですか？いや、昼とかめっちゃ吹くみたいな。吹く。まあだから風裏はあるから、狙って朝からもうアロワナ入るか。調子悪すぎても。ちょっとなんかどんどん調子悪くなっていってる感じが。今日も全然一発しか出なかったし、ボイルもしてないし。でも昨日アロワナやってリズム的には私はアロワナの方がやりやすかったですね。狙いどころが分かりやすいから。バスミッシャーはどこに引き上げたんですか？そうですね、ゲドウでどこでも釣れるし、でピラルコもいるし、ワンチャン狙えるから、それがいいかな。おー、ほねほねくん。わー漫画みたいだ。ワンキャストごとに2匹ずついるってことだ。ってことは、まあまだ6匹いるのかな。まあ、曖昧でたまに釣りをするのはいかんね。わーお。
がええんだろうなですね。おい、当たっとる。お、抜けた？おお。抜けたかな。ボト。わあ。多分餌取れてる。結構きついよ。そっか、ボトか。耐えろ、耐えるんだ。でもいつかゴンって来るかもしれないですよね。まで壊れ全部行かれた。何かピラニャ。あ、美味しい。あ、美味しい、美味しい。両方ピラニア、ナブラが、水中ナブラが起きてる。何も起きてない。何も起きてないから、はい、何もなくなったんじゃない。なくなった可能性もあります。餌調達しないとこれ、すぐなくなるぞ。あ、いない。全部あれ。おるっす。切ないやつやな。ピラニアが足りてない。ワンキャスト、ツーフィッシュいるからな。まあまあコスパ悪いです。アロマナ釣りつつピラニア釣ってない。うん、いい感じですね。オッケー。やばいやばい、ナブラが、ナブラが立とうとしてた。ピラニアの、ピラニアのコモフリーと羽織ってもらって。お前は死ぬ系だ。ノンキーパー、ノンキーでした。ピラーイーボー、ピラーイーボー。おお、エサ。
乗らないな。難しい。これもキーパーあるかな。キーパー取れた。ギリギリ。ギリギリ。よかった。よかった。ゼロじゃなかった。でかい。ふう。うわ。危な、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 危な。そのままで、そのまま。そうそう。オッケー、これオッケー。オッケー。イエーイ、キーパー。めちゃくちゃいい線パイロットさんじゃないですか。うん、全然やりやすい。ねえ、あとさんの思い過ごしか。まあ相手のスタイルにはモテないけど。それはあるかもしれない。まあ常に自分でエレキ踏んでる人は。そうそう、なんか意思通りにいかんのが嫌だ。言葉も通じないし、しょうがないと思いますけどね。ナマズです。行けピラニア、ピラニア、ピラニア、いけ、え、ボートボート、ねえ、見たぞ、反応した、どうだ、めっちゃ出たろ、走ってるよ、ピラルク、ピラララ、ピラララ、ピラララ、うわぁ来た。おー、やべ、危ない、締めやすい、レバーだ、開けました、いる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 、なんて頼ませんな、全力で混ぜすぎて、で腕は混ぜんと伸ばした状態で、そうそうそう、
やばい。どうした？乳酸が忘れたか。いや。抜けた？抜けた。針ちっちゃいかな。いや、まだ飲んだら大丈夫やな。もっと飲ませないといけないってこと。おお、切ってますよ。わーお。今回はそこまで。みんなの憧れ。俺顔を思ったもん。ぶつ切りにた、まるでタチウオみたいに。いけこんにちは。なんかくれ。なんかくれ。全然反応ないですね。あ。では、決まったと。うん？指かけた。いや、当たりが。出てましたよね。おおおおおお。え？クララーラ？ほ？なんかね。グラブ閉めてない、レバー閉めてない。閉まってます。負けるだけ前で緊急。何回も。体重とその状態で
閉めれる、まだ閉めれる。すげえ、全然さっきの体勢が。入っとうかもしれないけど。あ、本当？軽くゆっくり巻いて。潜っとるかも。どうしたらいいの？ちょっと待っとってみ。船で A1 に動いてもらえるから。木がいっぱいあるからみたいなこと言ってた。こういう これ祈るしかない感じ。祈るしかない。マジか。しんどい。しんどい。出てこない。出てこない。
と閉めて。船長鬼やな、すぐ餌つきよる。おるおるんだよ。まあでも次同じなんだったらこれがあるから、さらに本気でやらないと。あ、ドラッグチェックしとった方がいい。今、ガン締めしてます。ガン締めしてるよ。次ファイトでかかってガン締めすぎたら、ほんまに体持ってかれる。はぁ、くそー、悔しい。そしてまたみんな来たくなる。到着いたしました。アロワナヘッドに頑張ってやるしかねえな、これ。こっちドラッグ大丈夫ですか？ちょっと水もらっていいですか？筋トレしといてよかった。グランジ？グランジ。うわ。でもピラリバ？ピララーラ？ピララーラ？沖に走るんですね。これこの船で良かったかもしれないです。どうした？クッションがあるから下にこう刃を置いてもずれない。あの鉄だったら多分ズルズルズルってなって多分きつかったです。ここがもう痛くてそれはもうパッと好きなやつ持ちますよね。もう奇跡的にピラーイーバも来るかもしれないですよね。今ボトはいいんだよ。
走ったらナマズ見えた。え、今のえこっち、おおおおお、お、なんか右でした。ボタボタ、お疲れ様でした。いやー悔しい、みんな釣れてないって言ってました。でもナマズ系はもう多分ハタさんだけじゃないですか釣ったの。ナマズ系はいやあれ取れてればな、めちゃくちゃ悔しい。いやーちょっと明日からどうしましょうかこれ。でも今日ほとんどの人が本流にいたんで、まあ、昼も言ってたけどラーゴのプレッシャーが多分ちょっとは落ち着いてると思うんで、わかんないけど、まあ少しでも点数稼がないといけないん で今日ドラダタップが1日ドラダやってたって言ってて、でも多分釣れてないって言ってたから多分調子悪いんだと思うんですよドラダが。いるかな大阪。うんうんうん、なんでアロワナで確実に積んでいって合間でピーコクピラルクを狙う、それを2日間続けるのが一番いいかなと思うけど、あんだけ反応がいいアロワナがいっぱいいるラーゴがあればいいんですけど、そうとも思えないし、みんな行ってるし、かといって本流でやるって言ってもあそこだけしかないじゃないですか。だからそこちょっと悩みどころだけど、まあでもラーゴかな。激戦区に突入してもうピラルク一発ポカンって当てる。今日アイアンマンさんがピラルク釣ってるし、うん、だから今日みんなどれぐらいの点数取ってるかですよね。もちろん0点の人もいるだろうし、そんな、なんか2、300っていう中途半端な点数の人はあんまりいなさそうですけどね。分かんない。まあとりあえずちょっと今日はめちゃくちゃ疲れたから全身に湿布貼って寝たいと思います。お疲れ様でした。